ノギンスクの紋章のギンスクは、ロシアモスクワ州の都市で、首都モスクワからは東へ30キロメートル。人口は11万7555人。丘川の左支流、クリア島川沿いにある。ノギンスクの村は1389年にロゴージの名で記録に書出し、1506年には、スター・ルイラゴージスキー・ヤムと呼ばれる、交易の町であった。 エカチェリーナ2世の時代の1781年に町として認可され、この時に生新女非後祭にちなんでボゴローツクと呼ばれるようになった。19世紀半ばには巨大な綿棒石工場、ボゴローディツェグルホフスカヤが設立され、以後繊維産業の町として栄えた。1930年、ボルシェビキの活動家で1918年に、 初代商工人民委員となったビクトルの議を記念して、ノギンスクとなり、現在に至っているが、ボゴローツクの名は、地元の醸造工場や、交通企業などに現在に至るまで残っている。ノギンスクの路面電車19世紀の初めから20世紀の後半まで綿製品、絹製品、羊毛製品などを生産する、繊維業の中心地であった。21世紀の現在では、 繊維工業は衰退し、洋業、食品工業、醸造業、建材工業に集中しており、モスクワ近郊の工業地帯の一角をなす。ノギンスクは交通の中心地でもあり、首都モスクワからウラジーミルを経て、虹にノブゴロド、火山、ウファを結ぶロシア連邦道路 M7 が通り、モスクワ環状道路 A107 が交差する。 また既存の高速道路の南に新たな有料道路が建設されており、完成後はモスクワ都心から20分で到達できるようになる。市内にはかつて長さ1 3 7トルの小さな路面電車の路線があり、1923年に着工し1924年3月2日から営業を開始していたが、2013年に 運行休止となりそのまま廃止された。A107 を南へ行くと、中工業の町、エレクトロスタリが隣接する。クリア島側を南東へ下ると、虹にノブゴロドへの鉄道上の町である、パブロフスキー・ポサドがある。その他、周囲の都市には、エレクトロゴルスク、エレクトログリなどの工業都市がある。ノギンスクには、ロシアのラジオ局ラジオマヤークの本部があり。 長波ラジオの送信施設も位置する。ありがとうございます。